畜産業が盛んでふるさと納税額日本一の町都の城市でこれうまグルメ探し、駅前を歩いていると観光協会を発見。早速聞き込みです。自然薯ってご存知ですか？知ってます。もう山とかがいっぱいあるので、はい、取って食べたり。なんか美味しいお店とかありますか？この辺で言ったらハートリーフカフェっていう自然薯カフェが美味しいですか？美味しいですね。もう粘り気が全然違って、希少な天然自然薯が食べられるお店の情報が。早速取材交渉です。美味しいお料理を取材させていただけないかなと思いご連絡しました。ありがとうございます、はい、取材お願いします。あ、本当ですか？ OK、 いただきました。需要競争に良いことから山菜の王者と呼ばれる自然薯、楽しみです。あ、書いてました、ハートリーフさんですね。こんにちは。あ、旅サラダのアスマムス。出迎えてくれたのは自然薯マイスターの肩書きを持つご主人。都の城や近隣の山で採れる天然自然薯を使った料理の専門店です。天然なんです。すごく珍しい。こちらが天然の自然薯になります。すごい大きい。自然薯の粘りを体感するため特別にすらせてもらいました。あ、もうでもちょっとすっただけでこの粘りの糸が、あ、え、すごいすごい、本当に一気にドロドロになってきました。結構力入れないと、うん、擦れてくれないんですよね。厳選して時期もいい時期の選んでるので純白なんですよね。そろそろいい感じですか？お、すごい、見てこれ、これが伸びてこないですよね、天然自然薯のとこは。確かに。こちらを使ったお料理がとろろ飯ランチですね。美味しそう。天然自然薯尽くしのランチセットです。まずはそのままの自然薯を醤油でいただきます。うん、なんかポロポロんです。ねっとりしてるんですけど切れはいいんですよ。だから中の粘り気がものすごいんですよね。噛んだ瞬間にもうパルンって、ほんと面白い。パルンは初めて聞いた。マイスター、トロトロでも、はい、あのプルプルの間パルンっていう。僕も使っていこうと思います。お次はお出汁で炊いた鶏の椎茸が入ったとろろ飯をいただきます。ものすごく濃厚です。でちょっとこう鶏も出汁があって椎茸の香りもして、昆布の出汁もめちゃくちゃ美味しい。自然薯の味と香り、濃密な食感っていうのがもうびっくりするぐらいご飯に合うし。ありがとうございます。うん、このまま行きたいです私。素材強すぎるよね。続いて街中で聞き込みをしていると、たまちゃんショップ、うん、あの健康食品のランチとかそういうのもやってらっしゃる。結構女性の方が多いですよ。女性に人気の、うん、そう中でも人気なメニューを聞いてみると、パンケーキなんかも好まれて食べていらっしゃるんですよ。ああ、もう大好きです。すみません。あれも多分確か健康、なんか体にいい食材使ってらっしゃるじゃないですか。健康的なパンケーキなんて夢のよう。取材交渉の結果、ちょっとショップの方でご対応させていただければと思うので。本当ですか？ OK、 いただきました。やってきたのは5年前にオープンしたこちらのお店。わー、かわいい。雑穀など自然食品を販売しており、健康に気をつける方から大人気なんだそう。ありがとうございます。すごい、めっちゃ可愛いですね。結構キャラメルってなかなかハイカロリーなのかなって感じが、はい、大丈夫ですかね。当店では血糖値が上がりにくいダカン糖っていうものを使用しているので、ダイエット中の方とかにもおすすめです。ダイエット中にこれ食べていいんですか？さらにパンケーキは九州産の小麦や雑穀でできており、栄養価も高いんです。嬉しすぎるパンケーキいただきます。うん、もっちも
しっとりもちもち系のパンケーキですね。長崎産のもちきびを使用しているので、うん、もちもち食感に仕上がっています。このキャラメルもすっごく美味しいです。結構見た目にガツンと甘そうだなと思われる方も多いと思うんですけど、素材の甘さとちょっとこう塩っ気があるのでくどくならない甘さですね、うん、はい、これはちょっと旅サラの女性先輩方に買っていかないとダメですね。本当にお土産買って帰ります。めちゃくちゃ美味しい。うーん、美味しい。続いて商店街へ。鶏の屋さんっていう美味しい鶏肉屋さんがあるんですよ。都の城で鶏って言ったら鶏の屋さんってあげられる方が多くてですね、使われてる鶏が美味しいんですか？そうですね、都の城もともと鶏とか肉がすごい有名なんですけれども、その鶏新鮮な鶏を使っててですね、もも焼きがおすすめですので、ぜひぜひ。地鶏を使ったお店の情報が、早速取材交渉です。ちょっと今日取材させていただけないでしょうか？OK、いただけました。畜産の町の鶏料理、これは楽しみ。あ、これか。鶏の屋って書いてますよね。お邪魔します。こんにちは。ご主人、突然お電話してしまってすいませんでした。で今早速焼いてらっしゃるんですか？これちょっと持ち帰りがね。都城で知らない人はいない鶏もも焼き専門店。地元産を中心にご主人が厳選した鮮度抜群の鶏肉を使用しています。すごい。バカなんで分かりませんね。大丈夫なんですか？大丈夫なんでしょうね。鶏もも焼きは全てご主人が絶妙な焼き加減で焼いてくれます。うーわー、こちら一人前ですよね。見てこのボリューム感、すごい。いただきます。まあそうなりますよね。おいしい。おいしい。味がすごく濃いんですよ、鶏本来ので、外側の皮もものすごくコリコリと噛み応えがあって、でも中のお肉は本当に柔らかくって、塩気の味付け具合も最高ですね。ああ、もうそう言っていただけると。もも焼きを食べ終えたところでご主人が、まだ、はい、ご飯少しだけ食べようか。そう言って食べ終わったお皿を回収され出てきたのが、フォークで。ご主人、こちらは何でしょう？肉汁で、それでちょっとご飯を炒めてみました。お店の裏メニュー、鶏の肉汁で作ったガーリックライスです。早速いただきます。正解はご飯でした。ご飯にも全部この鶏の肉汁が染み渡ってて、脂っこくないんですよ。そうで、ほとんど肉汁ですから、脂ほとんど入ってませんから、そこまで食べて完食ですね。肉汁まですすり上げたぞみたいな感じ。これを食べてやっと鶏を全部完食できるんですね。見つけた3つの商品からプレゼントに選んだのは、